ライヒャルツハウゼンは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属す、マチソンで、バイプシュタット自治体行政連合及び、ブルンネンレギオン観光地域に所属する。ライヒャルツハウゼンは、バーデンビュルテンベルク州北部の町、ジンスハイムから約15キロメートル、クライヒガウトオーデンバルトにまたがる地域、いわゆる小オーデンバルトに位置する。隣接する、マチソンは、南から時計回りに、 ヘルムシュタットバーゲン、エプフェンバッハ、ロップバッハ、シェーンブルン、アグラスターハウゼンである。ライヒャルツハウゼンは1100年に初めて文献に記録されているが、その創設はおそらくアレマン人の時代に遡る。1367年にこの村はプファルツ選定公領となり、そのオーバーアムとハイデルベルクに属す、いわゆるストバーゼントの裁判所が設けられた。 ライヒャルツハウゼンは1803年にバーデン大公領となった。ライヒャルツハウゼンの町役場ライヒャルツハウゼンの議会は議長である主張を除き10人の議員からなる。ズ柄ガラ、銀字で緑の土地の上に赤い家。中央部分は塔のように高くなっており、その尖った屋根の上に黒い十字架。1901年に制定されたこの紋章は、 1752年から現れる裁判所の印象に由来する。その意味するところは明らかでない。村の名前にちなんだ遺書であるという説がある。また、一説には、前途の裁判所に設けられた役場を象徴しているとも言われる。旗は、緑白で1956年に内務省の認可を得ている。ありがとうございます。